明けましておめでとうございます。広川です。今怒り神道を見ながらもうそろそろ寝ようかなと思ってたんですけど、ちょっとどうしても紹介したい商品があるので、動画を撮りました。それがこちら、ダランクッションですね。クッションです。ニトリにこの間行ってきて、パソコンとテレビの位置を変えたんですけど、それで座布団が欲しいなって思って、でニトリに行って、で座布団、これクッションなんですけど座布団代わりにいいかなと思って買ってきたんですね。で、使おうと思ったんですけど、これがあまりにもものすごいいい手触りなんですよね。っていうことにさっき気づいて、最初何も考えずにこれ色が良かったから買っただけだったんですけど、なんか名前がもちもちクッションって言って、あー見えないかな、この私が買ったのがこの952円、税別952円のこのちっちゃいサイズですね。でなんか大きいサイズとか、あと色もなんかベージュじゃないか、このなんかまあいろいろ色があるみたいで、ちょっとあまりに良かったんで、この大きいサイズも買ってこようかなと思っている最中ですね。これ伝わらないんですよね。これなんて言えばいいんだろうな。なんかもうすごいんですよね。よくこういうなんかもちもちなんかビーズクッションみたいなのあるんですけど、それとはなんかもう火じゃないっていうか、なんかもうずっとこうしてたいんですよね。もうちょっとこうしてたらもう気持ちよすぎてよだれが出ちゃう感じですねちょっと気持ち悪いレビューになっちゃうんですけど、もうほんとこれニトリ行ったら一回触ってほしいですね。商品名がもちもちクッションって言うんですけど、もうその名前に恥じることのないもちもちさです。ほんとすごいですね。これが税別952円で味わえるのは本当にすごいですね。うん、それだけですね。それだけの動画です。はい。うん、というわけでね、新年早々気持ち悪い動画になってしまったんですが、皆様よかったらニトリに行ったらぜひもちもちクッションもう触るだけでいいんで触ってみてください。でちょっと怒り神道の続きを見たいのでこの辺でおやすみなさい。